はい。では、続きですね。やっていきましょう。とりあえずですね、コウの三宝が、もう何とかして、はい、こう、竜鵬を倒そうとしているという状況です。まあ、それにコウが少し乗り気ではないという状態だったので、部下を使ってね、剣舞をさせて、その剣舞の隙をね、狙って、劉邦を倒そうとしたんですけども、コウのおじさんが、 止めてるというお話でしたね。続き行きましょう。ここにおいてという、このフレーズもですね、ぜひ理解しておいてください。ここにおいてっていう読み方とね、意味はそこでという感じなんですけども、長寮が主語。いたり、えー、動詞になります。で、軍門が目的語になってて、見る。これがまた動詞ですね。で、半海という人に会ったという感じです。ここにおいて、長寮、軍門にいたり、半海を見る。 という形ですねそこで長領は軍門に行き半戒と会うという風になってますまあ、これ一体何をしに行ったのかという感じですよね 目的としては、廃校の危機を味方に知らせ、助けを求めるためという感じになります。なので、ここがもし問題で聞かれて、防戦引かれてね、なぜ長領は言ったのですかと言われたら、こういう回答になるかなというとこですね。廃校の危機を味方に知らせ、助けを求めるためですよという感じですね。そして、ハンカイ曰く、今日のことをいかんとという風になってますね。まあ、そのままですね。ハンカイが言うには、今日の様子はどうですかという風になってます。で、この今日の様子は "os" というのは今日のね、こうこうこううとの会見のことを指します。 そしてこのいかんというのもね、えー、実は状態様子を尋ねるというバージョンもあればですね、手段方法を尋ねるという形もあるので、まあ、これはちょっとね、文脈によって臨機応変がいいかなと思います。一応原則では、この何っていう字が上にあって、ごとしという字が下にある場合は状態様子を尋ねるというのが一般的なんですけども、この逆も出てくるんですよね。 もしっていう字が上にあって、何っていう字が下にあるっていう形の時もあります。で、その時は手段方法を尋ねるっていうのが原則なんですけども、これもあくまで原則なので、文脈によって、えー、いろいろ状態を押すか、手段方法か判断してもらえればいいかなと思います。はい。なので、まあ、今日のことって何ですかって言われたら、えー、この幸運と流法の会見だというふうに答えてください。曰く花々急なり 今という風に読むものですね。これね。ものは読まないというね。構想。これが抜いた何を、剣を抜いて、そして舞うという形なので、両曰く。 花だ急なり、今、高層、剣を抜きて真冬ですね。長寮が言うには、非常に緊急事態であると。今、高層が剣を抜いて待っているのだという形になりますね。この花だ急というのがね、え、急って何やっていうと、緊急とか気球という熟語を連想してくださいね。非常に危険な状態だということになります。緊急気球の急ですね。 なので、ここも問題としては、この9と同じような意味で使っているものはどれですかという問題で聞かれたりするので、緊急、気球というのを答えてもらえればいいと思います。はい、続き行きましょう。そのいというのは常にあるのだ。どこにあるのか。廃校にあるのだという風になってますね。そのい、常に廃校にあるなりと。会枠。こういう風な形になってますね。 その構想の意図というのはずっと廃校の命を狙っているというふうに言いました。そこで反対が言うにはという形になりますね。うん。なのでこのその意図というのは構想の意図です。そしてその構想の意図というのはどこにあるのかって言われたらもちろん廃校ですね。劉邦を殺すことにあるというふうに答えていきましょう。これ、迫れり。真。 これが主語になってますね。私ですね。えー、進化としての自分という、ちょっとヘリクだった言い方。私は古風ですね。お願いします。どうかお願いですと。入りて、これと命、命を同じくせんとという風になってますね。同じという動詞を使っている感じですね。普通は動詞では使わないんですけども、ここも同じくせんという風にね、入ってるので、動詞として扱ってあげましょう。これ、迫れる。 新古府、入りて、これと名を同じくせんと、というね。まあ、命というふうに呼んでもいいのかなという感じはしますけども、意味としては、私は願いますと、遠赤に入り、廃校と運命を共にさせてください、という形ですね。で、これセレリーのところは、それは切迫した事態だというふうになります。なので、色を変えてますが、これセレリーのところと同じ内容、意味、 の部分はどこですかという問題で聞かれたら、花肌急なりというのを答えてもらえればいいと思います。同じ内容になります。いいでしょうか。はい。ということで、あとは命ですね。この命というのは、まあ、命を共にするでもいいと思いますが、えー、運命を共にするっていうふうにする方が、まあちょっと綺麗かなという感じはしますね。そして、会、はい、すなわち。 剣を帯ですね。この血、ちょっと送りがなが抜けてますけども、剣を帯盾を要して、軍門よりいらんとす、というふうになってますね。はい、えー、すいません、ちょっと、えー、足すの忘れてましたね。えー、花肌球と同じですよと。そしてこの神というのは半界のことを指してますと。で、これというのは廃坑ですよと。で、運命やでということですね。もうまさにここは、半界の中精神ね。 え、竜廃校に対する忠誠心というのを表した表現だというふうになります。はい、すいません。そして、海、すなわち剣を帯ですね。ここになりますね。もうこれさっき読んでしまったので、えー、一応文の構造だけ取って、こうですね。海、すなわち剣を帯び、盾を要して軍門にいらんとす。半海はすぐに剣を持ち、盾を携え、軍門に入ろうとするのですが、攻撃の英子。 とどめて入れざらんとホッすという風になってますね。このホッすというのはウィルとかウォントトゥーという意味用法で使ってもらえればいいと思います。何々しようとするとか何々したいと思うっていうことなので、ここに関しては、この攻撃の英子というのがいわゆるその軍門を守っている衛、えー、兵になるんですけども、その衛星英兵がですね、 とどめて、入らないことを「ホっす」って言ってるから入らないようにしているという感じになるんですよねはいここがウィールで取って、えー「入れざらん」これが動詞になってますなんでやねんっていうと返り点ですねこの返り点の打ち方また覚えておいてくださいね「ホッスに「2、とどめてざらん」のところに「1、0点れですいいでしょうか入れざらんがまとめて動詞の塊になってるって感じですね入らない ように干すという風な感じですね。いいでしょうか。攻撃の兵士、どめて入れざらんと干す。軍門を守備する兵士は半海をとどめて入らないようにしていると。半海、そば立ててですね、動詞。その盾をですね、えー、ちょっと傾けてという感じになるんですけども、持ってつくという風になってますか,ら,から、おらーいってやったってことですね。 そして、エイジ、地に倒るという風になってますね。はい。まあ大体意味はわかりますね。半海、その盾をそば立てて、持ってつく。エイジ、地にたふるですね。半海は、その盾を傾け、衛兵をついた。衛兵は地に倒れたという感じですね。なので、まあ完全に強引に突破したということですね。強引なドリブルという感じですけども。えー、海、ついに入り。 意を開きて、成長して立ちという風になってますから、会は入っていきました。で、この辺はもう動詞の塊になってますね。入りて開く。で、この開くは意ですね。まあ、とりというものを開いた。まあ、簡単に言えばカーテン的なものだと思ったらいいと思います。幕ですね。言うたらね。えー、その幕を開いて、このコウとか流頬とかがいるところに入っていて、西に向かって立ってるという感じですね。 はい、なので、コ、ま、ウ、あ、たちの方を向いて立っているという形になるんでしょうかというとこですね。はいついに入り、意を,を開きて、成長して立ち。 ですね。そのまま中に入り、幕を開き、西に向いて立ち。目を怒らして、こうを見る。という風になってますね。目を怒らすという、この読み方をね、問題とかで聞かれたりするので、怒らすというのはぜひ覚えておいてください。そして、頭髪、上司、死。という風になってますね。こうを見るという、こんな感じですね。文の構造で言うと。目を怒らして、こうを見る。 頭髪上司しというところですね。目を大きく見開いて、口を行視するという感じですね。このね、視聴の死っていうふうに使う場合と、単純に見る、見学の剣って使う時の違いはって言われるとですね、基本、見学の剣、見るっていうのは、ぼんやりじっとぼーっと見るみたいなのを言うんですよ。それに対し、視聴の死というのは、じっと見るという感じです。なので、まあ、このね、作ってる動画も、もしかすると皆さんにこのね、 ちっと見てもらえてるかなという感じはするんですけどもわかりません BGM 的に聞いてくださっている方もねいらっしゃるかもしれませんがまあ、どちらにしろねテストの役に立つような情報を発信していきたいなとは思いますすいません話逸れました戻しましょう頭髪上司氏というのはどういう様子を表しているのか もちろんこれは怒りですね。怒っている状態ですね。もうまさに髪の毛が逆立っているという状態ですからね。完全なるスーパーサイヤ人ということになりますね。なので今回の反回は、えー、悟空です。スーパーサイヤ人ですね。そして行きましょう。目視し、ことごとく咲くという風に SV になってますね。これ何やねんっていうね。後で出しましょう。皇后が主語になってて、剣を暗示て、そしてお記事、接続です。 しててくという風になってますねはい VOV という感じですね目視ことごとく、えー、咲く皇王剣を案じて帰して曰くまなじりは完全に裂けている目のとこですねわあ裂けているとそして皇帝は刀の鞘に手をかけて立っているという感じですねそして膝をついて構えた状態になっているので完全に警戒しているという状態ですね 激怒の表情を表す漢文的表現として理解しておきましょう。目視、ことごとく咲くですね。まなじりを完全に避けてしまっているというのは、もう激怒だという感じです。えー、もう完全にだから初めてプッツン来た時の悟空ですね。フリーザ戦の時のね。 怒ったぞーっていうね。それはクリリンのことかーっていう時のあの悟空ですね。すいません。ドラゴンボールわからない人はこいつ何言ってんねんって感じになると思いますけれども。はい。警戒し、いつでも切りかかれる状態に、こう、王もですね、自分の姿を持っていっております。当然ですね、急に入ってきましたからね。えー、こいつは一体何なんだという風になります。だから、その後、 客、何するものぞというふうに聞いてますね。何するものぞこの読み方ですね、えー。ぜひ覚えておきましょう。問題とかでもよく聞かれますよ。何するものぞですね。はい。お前一体誰やということですね。客、何するものぞと、こうが言いました。すると、長寮曰く。お前は何者だというと、長寮が言うには。はい、この三条半海というものなりと。 いうふうふに、まあ、これはもう単純に名乗ってるだけですね。廃校の惨状半海というものだというふうに言ってます。 はいこの護衛のため、同乗者、反会というものです。というふうに言ってます。同乗者って何ですかっていうと、要はもう、護衛として、同じ車とかに乗っている人のことを参上というふうに言うんですよ。まあ、今風に言ったな、いわゆる SP だと思ってもらったらいいと思います。要人を守護するために同じ車に乗っているという形ですね。だからもう車の外じゃなくて、もう中に乗ってるので、かなり信用されている人物だというのがわかりますね。こう そうしなり。これに死守を賜えよ。というふうに言ってます。イケメンですね。こうね。お前、ええー、男やの。と。ほう。というね。えー、なかなかええー、面構えや。そんな感じですね。これに死守を賜え。ですね。これというのはもちろん反解を指します。死守というのはお酒になるんですけども、このお酒の量がね。 えー、どれぐらいなのかというと、えー、創始だと、彼に大敗を差し上げようと言ってますね。死守というものの意味は、大きな逆に酒を告げって言ってるんですよ。だからめちゃくちゃ大量の酒をね、えー、こいつにやれって言ってるわけですね。すなわち、と、死種をあたふというふうになってます。このあたふは動詞ですね。で、このとえー、都ですね。すいません。と死種をあたふと。 ここは目的語になってます。反対は廃車して立ちという風になってますが、これまた当師走ってなんぞっていうね。 ま、これ、量です。簡単に言うと、1と2ととか、等ね。約2リットルぐらいですね。なので、すぐに2リットルぐらいの大敗を与えたと。半回は、ここの敗者してというのは、謝るというよりは、慎んで、礼を言うってことですね。感謝というところですけども、片付けない、すいません。みたいな感じなんでしょうか。ありがとう、ありがたき幸せ。みたいな感じなんですかね。 というとう立ち。立ちながらにして、これを飲む。というふうになってますね。立つというのが動詞になり、ながらにして、そのまま続いて飲む。これが動詞になってます。お酒をですね。これというのは、この年種を指してますね。 すごいですよね。2リットルの酒をたったままごく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 飲んだっていう感じですね。この漫画とかアニメとかでもよくありそうな、いわゆる豪快な、えー、武士のイメージに近い感じしませんかおら、酒飲め言うてむちゃくちゃ継がれると、普通の人やったらこんな飲めませんとか言うねんけど、半回はありがたき幸せ。ブー,ーって飲んでるってことですね。こう曰く。 さあ、こうは、こういう男は多分嫌いじゃないんじゃないかな。立ちながらにしてこれを飲む。こう曰くですね。立ったまま飲み干してしまった。こうが言うには、という形ですね。はい。非常に豪炭な性格というのを表現している形です。半回がだから非常に豪快かつ強炭だというのがですね、今回はもうめちゃくちゃ出てきます。これに、体験を賜まよ。 すなわち、いつの生ですね。定権を与えたふというふうになってます。だいたい同じような形ですね。こいつに、この半イというやつに定権、これ豚の肩の肉なんですけども、豚肩ロースみたいな感じなんかな、えー、を与えようと言ってます。するとすぐに同じですね。与える。いつの生の豚の肩肉ですね。を与えたと。これに定権を賜え、と、すなわち、 いつの経験、えー、をあたふ。生ですよ。しかも。彼に豚の肩肉を差し上げよう。すぐに1回の生の豚の肩肉を与えるというふうになってます。ちょっと鍵カッコの位置が1個おかしいですね。一番下の鍵カッコ閉じるは無視してください。すいません。僕が間違ってました。うーん、なんでね、豚の生肉ですよ。まあ、時代がちょっと古いというか昔とはいえね、なかなかちょっと豚の生肉はやばいでしょう。 ねえ、どう考えてもちょっとデンジャーな気しますけども、それこそね、ムスリムの方々からは怒られそうな感じしますけどね。あら <laughs> 言うてね、言われそうな気しますけども、うん、これはちょっとなーっていう、もう100%腹壊しそうな気がしますよね。豚は雑菌が多いというふうに聞いたりもしますからね。やっぱり焼かないとって気はしますが、豪快な反解は。反解が主語です。伏せる。 はい、何をかその盾を地に伏せる目的語の塊ですね反対その盾を地に伏せそして盾を地面の上にひっくり返しを一体何をしてるのかなってことですね今は剣と盾を持ってたんですが盾をひっくり返しておいてそして定剣を上に加え加えが動詞ですで定剣を上にまでが目的語の塊そして剣を抜き ですね「切りてクラフ」「切って食べました」「これを」っていうのは当然「いつの生の定見」ですよ。を食べましたと。定見を上に加え「剣」を抜き「切りてこれをクラフ」。 豚の肩肉ですね、を縦の上に乗せ、剣を抜き、その肉を切って、むさぼり食べたと、バクバク口に入れて食べたってことですね。ありがたき幸せー、言うて、わー言うて切って。まあね、この豪快な人がですね、あ、すいません、ナイフとフォーク用意していてもらっていいですかとか言うて、ナイフでこうやって、こうやって切って、うん みたいな感じで食べたらおかしいから、ああ、くしゃーっていうね、ワンピースのルフィみたいな食べ方したんでしょうね。ワンピースのルフィはなぜいつもあの骨付き肉を食べてるんでしょうね。もう完全にね、原始、うん、はい。ということで、もう少しのことにも全然動じない強嘆な性格を表しております。普通生やったら、え、せめて焼いてもらいますとかって言いそうになるんですけども、半イはそんなことでは動じない。ありがたき幸せって言ってね。 やっぱりそれを見てね、ちょっと幸運はね、おーこいつイケメンやなって思ってるみたいですよ。幸運曰く、そうしなり。よく、また出てきま、よくじゃな、あ、ってるね。よく、また出てきましたね。キャンです。できるなと。また飲むかと、というふうになってます。飲むかというふうになってるので、連体形にかというふうな表現がついてたら、疑問で訳を作ってあげると綺麗にいきます。 こうは言いました。お前やるなぁと。ほうと。うしなりだと。よく、また飲むか飲むことが再びできるかというふうに聞いてますね。うしだ。まだ飲めるのかお前は。という感じで聞いたわけですね。すると、反海曰く。真、私ですね。死すらかつ、避けず。というふうになってます。図はもちろんノットになるので、避けません。ということですね。 半回は言いました。真、私は死すら避けず。 はい。避けようとはしませんってことですね。ここのポイントを一つ言っときましょうね。えー、すら勝つという表現を使ってますね。ここは欲用という句形になります。なので、問題でここで使われている句形は何でしょうって聞かれたら欲用というふうに自信を持って答えてあげてください。私は死すら避けようとはしません。つまり死を覚悟した状態だと。だから雑菌まみれの豚肉が何のそのっていう腹壊すだけでしょっていう大丈夫ですよ。 っていう感じなんでしょうね。 えー、そして死守いずくんぞ実するに足らんというふうになってますね。いずくんぞというのは、えー、半語の句形で使います。で特に、この最後に読むのが、んになってますよね。足らんのん、ん。いずくんぞほにゃららん、んとか、にゃっていうふうになってたら、半語の句形というふうに取ってあげてください。なので、この半回のセリフはですね、抑揚という句形を使い、半語を使っているというのを押さえておきましょう。 大敗の酒ごときでどうして断りましょうかいや、断りません。いただきます。という感じなんですね。いずくんぞふにゃららん、にゃ。これが半語の句形です。よろしいでしょうか読み方とかもぜひ気をつけておいてくださいね。問題とかで聞かれたりしますよ。それ、親王ありですね。で、このありというのは動詞になってて、下に主語を持ってきますから、頃の心が主語になってます。 そもそもっていう感じなんですが、神王、孤狼の心があった。神王には孤狼の心がありました。神王には孤狼の心って何やと。虎とか狼みたいな心って何やって言うと、これはですね、虎や狼のような残忍な心のことを指します。なので、どんな心ですかって言われたら、残忍なというのを選ぶようにしましょうね。はい。人を殺すこと。ごとく。 何々のようだですね。人を殺すことは何々のようだ。そして、えー、ザル、ノットですね。で、アタフ、お出てきましたよ。can の意味なんですけども、読みがアタフになってますよね。これも前回の動画で言いましたが、能力の脳というこの漢字は、よくっていう読み方のときと、アタフっていう読み方のときの2つあるので気をつけておきましょう。よくって読むときは、返り点を打ちません。 あたふと読むときは、帰り点が打ってあります。そういうふうに判断して、よく、あたふというふうに、読みをね、えー、つけていってもらったらいいと思います。もう一回言っておきますよ。帰り点がないなら、よく。帰り点がついてたら、あたふ。こうです。はい。あぐる、あたわざるがごとくってなってますね。ここまでが全部のようだという、踏まえて、動詞、述語的になっている。 人を殺すこと、あぐる、あたわざるがごとく。こんな感じですね。人を殺すこと、数え上げること、きりがなく。という感じですね。だからもう、数え上げることが不能。できないようなほど人を殺してるってことです。これ、真王のことですよ。真の王様はってことですよ。で、刑を刑する、あ、ごめん。<laughs> 人を刑すること、ごとし。同じような感じになってますね。 のようだ恐る,るが如しでザルをここですねノットがあって耐える耐えられないのを恐れるようなものだという感じになってますね人ををすること耐えるるがし耐えのが恐れる意味不明どういうことっていうと人を処罰することはあまりに多くしきれないことを心配するほどだって言ってますだからもうい いっぱいいろんな人を処罰したっていうことですね、これ。もうだから、あまりにも処罰が多すぎて、もう、もっと、もっと処罰せなあかんのに、もう全員みんな処罰できたのかって心配するぐらいにね、えー、むちゃくちゃやってたってことです。天下皆、これに背くですね。天下のものは皆、これが主語になってて、背く動詞です。真の王様に背いた。 ということですね。だから、天下は皆背いてしまった。という感じですね。ここのちょうどね、人を殺すこと、何々のごとく。人を啓すること、何々のごとく。というふうに書いてるじゃないですか。もう完全に同じような文の構造になってますよね。帰り点の場所も一緒。使ってるごとしっていう感じとか、人を殺すこと、人を啓することとかね。同じようなの使ってるでしょう。こういうのを追育と言います。 で、いわゆる同じような意味のものを並べてるわけですよ。ここの場合で言ったら。で、この二つの内容から、孤狼の心っていうのが判断できるんですよね。うん。結局だから、いかに真の王様というのが残忍であったかということを表現してるんですよ。だから、孤狼の心というのは残忍な心だというふうに理解できるんですよね。いいでしょうか。はい。追加表現になってます。 そして、海王。この海王って何やねんっていうと、皇吾の叔父によって、総王に擁立され、皇吾や廃皇などに新討伐を命じた人という風になっているので、まあ、要するにですね、皇吾両方は今、どちらが真を打つかというのを競い合っている状態でした。で、その真をどちらが打つかって、そもそも命令したのが、この海王という人やったんですよね。だから、その王様です。はい。この海王が、 諸将と訳してという風になってますね。諸将と共に約束をしたということです。うん。何を約束して言ったんでしょうか。ここからは海王のセリフを交えて言うんでしょうね。今ずっと喋ってんのは半海の発言ですからね。半海が喋っているっていうのは忘れないようにしてください。先に真を破り。関与にいる者は、これに王突然と。これが海王のセリフです。 先に芯を破って、寛容に入るものは、ここまでが主語。これに王とせんと、王としようってことですね。先に芯を破り、えー、寛容にいるものは、これに王とせんと。もうまさにそのままの意味です。いいでしょうか。 まあだからですね、ハイコウが真を破ったのだから、冠中の王になるのが当然で、皇があれこれ言うのがおかしいという意図で、実はここ、ハンカイは発言してるんですよね。うん。結局、急にこの海王っていう人の発言を持ち出したのはなぜって言われたら、もうまさに今出しました。これです。そもそも、こういうふうに海王と約束したでしょっていう、初めの段階で。 先に神を破って寛容に入ったものが王様だと。そして廃校は神を破ったんだから寛中の王になるのが当然。なので、皇う皇様があれこれ言うのはおかしいですよ。海王様との約束をあなたは守らないことになりますよ。っていう風な発言なんですよね。まあそういう意図です、これ。今、廃校、主語ですね。先に破り、神を破りですね。そして寛容にいるも、 でね「ルモン」のところちょっと色変えてますよね逆説使ってます今廃校先に芯を破り寛容にいるもうん入りましたが剛毛もってねもうすっげー毛深いって意味じゃありませんからねほんの少しもって意味です「えー、図」があって「あえてあらず」ですね返り点通りに読むと「あえてあらず」決してないとね何がないのかっていうと近づくるところが「 なないですすね主語になっててます毛もあえて近づくるところあらずですねここもよく「か、えー、り点の打ち方これがね問題になったりするので是非覚えておいてくださいねあえてが間に入ってるのがポイントなんですけども返り点にそして1「1レ点をありに打つというところですよで後ろに主語がきますからね で近づくところというふうに例点を使って名詞化してください。近づくことはないという感じですね。ほんの少しもみだりに自分のものにしようとはされていませんということです。 だから、海王様と約束して、海王に先に入ったのは劉邦なのに、劉邦は少しも自分のものにしようとはしてないでしょっていう。だから、降雨が起こるのはおかしいっていうふうに言ってるんですよね。えー、ここね、えー、風平し、これが動詞になってます。救出ですね。えー、宮廷というものを風平し、そして、返して。 何をを返返ししたのかな軍を波状に返してここが目的語になってます。波状っていうのは地名を指します。波状というところまで軍を引き返してという感じになってるんですけども、救出を封印し、軍を波状というところに引き返して、 持って大王ですね。大君の来たるを待てりってなってますね。待ってたんですよ。帰り天の2位なので動詞。何をかっていうと、あなたが来ることをですね。はい。王霧、えー、皇婿様が来るのを待っていたのですよ。こう言ってるわけですよ。 まあだからですね、えー、もう非常に理路整然とですね、幸運に対して意見しているという形になりますね。ことさらに、章を使わして、観を守らしめし、も、守らしめしはですね。はい。使わす、これ、死益の意味で使う言葉になります。守らしめというふうになってますよね。守らせていたという感じです。 将軍たちを派遣してという感じですね。将軍を派遣して守らせていたですね。で、この漢というとこを守らせていたのはということです。はい。これが塊になってますね。ゆえに将を、えー、使わして、こにじゃない。ことさらに将を使わして、漢を守らしめしは。ですから、将兵を派遣し、えー、韓国間を守らせているのは、 どういうことかと言いますととこれがちゃんと意味があるんですよねうん何かというと他党の出入りと非常とに備えしなりってなってます備えていたんですとこれが動詞何に備えていたのか帰り点3があるので1のところまでが全て目的語。ここに備えていた何に備えていたのかな他党の出入りと非常とに備えていたのだ 意味としては盗賊のの出入りとと非常事態に備えてててことですよって言っ言んねんだから海王様との約束やったらそもそも先に咸陽に入ってる龍鳳のものになんねん。なんねんけども龍鳳様は皇婦と一緒に戦ってきてたから皇婦様のことをね気遣って入らなかったと先に。 で入らなかったんだけどもなんか盗賊とかね、えー、いろんなものが入ったり何かしらの非常事態が起きた時が困るから将兵を派遣して守らせてただけですよっていうね、えー、もうかなり、えー、きっちり説明をしてますよね、えー、今劉邦がやってたことですだから「は,なはだしくして」接続お記事ですね「公高きこと格のごときも」 ここも最後ちょっと逆説的になってるんですけどもがが苦労して功績が高いののはこのようなのにという感じですねなのでこれはもう廃校が非常に頑張ったということを表現していることなんですけども未だあらず再読文字になってますまだありません何がないのかっていうと返り点2がついてますよねなので1のところまでが主語になります 方向ののといいうものがないんですしかるに聞きて聞いてますそのね細かな説というのはこの細かいというのは小さいと一緒ですつまらない説を聞いてということになるんですけどもまだ諸行に取り立てる音賞もないと それなのに、つまらないものの言うことを聞いて、という感じですね。この、方向の賞というのは何かというと、恩賞としてね、諸公に任命することを言います。だからこの最後の賞っていうのは、えー、優勝とか、その、なんていうかね、最優秀賞とかの賞じゃなくて、恩賞ですね。頑張ったものに与える恩賞。それももらってないな。竜宝様は、頑張ったのに。まあなんでっていう。 なのに皇吾様は怒ってるって何でっていうね、えー、ことを言ってるんですよ。そしてこの再説というふうに書いてるところはいわゆる残言です。まあ、だから、そそのかしたやつがいて、そのそそのかしたやつの話を聞いてるってどういうことですかっていう。竜鳳様めっちゃ頑張ったじゃないですか めっちゃ頑張ったんやからいわゆる恩賞はもらえてもこんななんかこう責め立てられるようなことはありませんよっていう風に半海はねもう堂々と強嘆にですね、えー、もう圧倒していってるわけですよ幸運をそしてホッスさっきも出てきましたねウィルでしたでレテンがついてるので中戦闘っていうのが動詞になりますねっ、えー、処罰しようとしていると有効の人 これが目的語になりますね。帰り点1がついているので。有効の人を抽選と発す。功績のある人を処罰しようとしているというふうに言ってるわけですね。この有効の人っていうのはもちろん廃校を指します。ね、このね、方向の章に当たるべき人間、廃校を指してるわけですよ。はあ、もう投げかわしいという感じなんでしょうね。これ。 防神の俗のみってなってますね。最後、このの,のみっていうね、えー、この限定の読み方覚えておいてくださいね。耳って呼んじゃダメですよ。のみですよ。これ、防神の俗のみ。これは滅びた真の光景をしているだけですよっていうふうに限定しております。 なき真ですね、えー。真の王様が非常に残酷だった、残忍だったというお話はさっき出てきました。それと同じことを皇婦様、あなたはやろうとしているのですよって言ってるわけですね。ひそかに、フォーですね。この後は、ためにっていうのは。で、王君のためにです。取らざるなりというふうになってますね。取らないのだというふうに、ズバッとここまで半対は言いました。この 窃盗の説っていう字もひそかにっていうふうにちゃんと読んでくださいね。これも読みでよく問題で聞かれたりしますからね。はい。はばかりながら恐れ多くもとかっていう感じです。大きみのために賛成しないですって言ってるんですけど、一体何を賛成しないのか。ここの取らざるというのは賛成しないという意味なんですけども、何を言ってるのかっていうとですね、大きみのために廃校を殺すことは賛成できません。 というふうに言ってるわけですね。だから、恐れ多くも、この私のようなものが、えー、あなたに意見できる立場ではない、身分ではない、それは重々承知なのですが、今、あなたが廃校を殺そうとしていることに、私は、あなたのためを思って賛成しませんって言ってるわけですね。まあ、要するにね、周りの人たちとか、部下からからしてもですね、 いわゆる功績を立てたのに褒められずに殺されるんやったら功績なんか立てたいと思う人いなくなりますよね、だって。まあそういう話をしてるわけですよ、反対は。 うん、だって、めっちゃ頑張ったのに、褒美じゃなくて、厳罰下されるって、え、なんでみたいな、その、喜ぶのドエムな人ぐらいじゃないですか。ドエムも多分喜ばへんと思うけど。でしょだから、えー、あなたのためになりませんよっていう。だから、廃コを殺すことはやめましょうって言ってるわけですね。皇后、未だあらず。ですね。まだありません。何がないのかっていうと、下が主語ですね。持ってこたふることがない。そして、曰く、座せよと。 うは未だもってコタフルを持たずというふうになってます。うん。まあだから結局返事できなかったわけですよ。もう要はなぜうをうは返事できなかったのかっていうと、反対の理路整然とした意見と強壇な態度。この二つに圧倒されて、結局ねう。うん。ってなってるという感じです。そして言えたことは、まあちょっと座れや。 っていうね、これぐらいですと。もう完全に圧倒されてる。毛されてる感じですね。半回は、寮に従い、座す。で、なってますね。寮のそばに座ったという感じなんですけども、座すること、しゆにしてというふうになりますね。これも読み、しゆっていうふうに、しゆゆですね。しゆという感じなんですけども、覚えておいてくださいね。しばらくしてという意味です。反対は、長寮の横に座った。座ってしばらくして。 廃校が急に立ちました。立ちて行く。どこに行くのかなっていうね。これごとくじゃないからね。読み方気をつけてね。立って行きました。どこにか。川やトイレですね。そして寄りて。招いた。トイレに行ってきまーす。って言っていきなり廃校が立って。そして招いた。読んだんですね。半海。半海を読んで出て行った。って書いてありますね。 廃校は座を立ち、川屋に立った。そして、半海を招き、外に出た。ですね。これがチャンスって思ったんでしょうね。流鵬としては。ちょっとトイレ行ってきますって言って、ちょっと半海って言って読んで、そのまましれっとトイレじゃなくて、えー、逃げようとしているって感じですね。廃校、すでに、いず。ってなってますね。廃校はすでに出て行ったと。そして、気づいたんでしょうね。こう、こう、シム。あ、また死液使ってます。 いいであるをしててという,ふうになってますね前回の動画でも言いましたが私益の場合は「何々させる人にして」というねこの「押して」という送り仮名を必ずつけるようにしてくださいね「問い」「鎮平をして廃校を目指しむ」ですはい呼ばせたっていうことですね 皇王は問い陳兵をして廃校を目指しむまあだから要するに軍の部隊長のことを問いというふうに言ってるんですけども部隊長の陳平に廃校を呼びに行かせたというふうになってますおちょっと廃校を呼んでこいっていうふうに言ったわけですねするとそれとはまた別の場面です廃校いわくって言ってますね今いずれに辞せざるなりって言ってます今出てきた時に まだ別れの挨拶してないなっていう。これをなすこといかんと。って言ってますね。ハンカイ曰く。こいつ何言ってんねんって感じしません挨拶するのはどうだろうかと言いました。これね、劉頬が言ったんですけども、するとハンカイが言うって書いてますから、<laughs> 何のんきなこと言ってんねんって感じしませんもう男、男けっぷりが半端ないでしょこの劉頬の。 半海がですよ、一生懸命必死になってね、えー、もう、流鵬いかになんとか助けないと、この場をしのがないと、と思って、すごい論を展開してですよ、頑張って、助け出したのに、いきなり流鵬が、また地獄に戻るみたいなことを言ってるんですよね。しまったー、挨拶するの忘れたー、ちょっと別れの挨拶しに行くこうに、っていう。おとぼけっかっていうね、感じするでしょ、もうこれ。 いかんとっていうね、まあ、バカかっていうね。で、ハンカイもさすがにね、あの、君主ですから、あんたバカとはよう言わないわけですよ。で、よう言わへん代わりに言ったのが、まあたい同じような内容なんですけどね。大行は、帰り見ない。で、最近を。うん。これどういうことかっていうとですね、大事をなすには小さな慎みなどかまってはいられませんと。 この大事をなすっていうところになってるんですけどもこの大行というのは何を指してるかっていうとこれから大事をなすのに小さな礼儀みたいなもんにかまってられますかっていうふうになってるんで、えー、この小さな慎み最近というのが、えー、挨拶をするっていうことですで大行というのは命を助けるというかまあ自分たちの命を守るってことですね だから自分たちの命を守る方が先決でしょっていう挨拶なんかどうでもいいんですよ。帰り見ずですと。そして大礼は辞せず。えー、症状をというふうになってます。 これはね、大きな儀礼を行うには小さな譲り合いなどは問題にしません。同じですね。まさにここも追句表現を使ってます。同じような感じを使い、同じようなところに帰り点を売ってますよね。完全に。だから、もう、やらないといけないことが流法様にはあるでしょっていう。 でも、こんなしょうもないことに、うーん、うーんない、いい、もう行きますよみたいな感じやね <laughs>。もう、花とかほじってそうやんな、流頬ってなんかもう、うん、あもうわ、ん、かった、みたいなね <laughs>、感じするでしょう。はい。もう、反回の方が立派です。今、人はまさに、闘争たりって言ってますね。闘争であるですね。このたりっていう読み方ね、気をつけてください。今回の漢文の中に、な、えー、なりっていう読みと、 この、ためっていう読みと、たりっていう読み方の3つ漢字の読み方が出てきてたはずなので、それぞれ気をつけておいてくださいね。最後、見直しておくことをお勧めします。えー、闘争というのは刀とまな板のことですね。今、皇たちはまさに包丁とまな板であり、私たち、我は、 魚肉たりって言ってますね。この例えはもう秀逸ですよね。なんぞ自するをなさんとっていうふうに言ってます。ここはナスって読んでるね。私たちは魚肉ですよと。どうして挨拶など必要ですかと。いや、不要でしょう。帰りましょうです。 なんぞ、ほにゃらら、んってなってますよね。だからここも半語を使ってるんですよ。どうして挨拶することが必要ですかいや、必要じゃないですかありますよっていう。まあ、だから <laughs>、逃がした魚がわざわざ帰ってきて、あの、 えっと、助けてもらえてありがとうございますってわざわざもう一回まな板に乗ることとかせえへんでしょって言ってるんですよね。逃げた魚はそのまま海を泳いで逃げますよっていう。何言ってるんですか竜宝様っていう感じでしょ。あんたバカでしょ完全にね。もうそれをちょっとこう賢い感じの表現で言うとこういう風になるんです。 すごいですよね。もう、劉頬ぶっ飛んでるやろうっていう。まあでもこういうちょっとおとぼけなところが、実は周りの部下たちから好かれていくところなんですけどね。うん。挨 <laughs> 拶って、あんた命狙われてたこと気づかんかったんかっていうぐらいのノリですよね。半壊からすると。ここに置いて、ついに去る。というふうになりますね。 そこでそのまま立ち去っていったのだという感じです。非常に長い漢文なので、ちょっと作成するのにも時間がかかってしまい申し訳ございません。 えー、なかなかちょっとね、あの、作っては言ってたんですけども、なかなか終わらなくてね、これが。えー、ちょっと皆さんぜひ頑張っていただければなと思います。えー、僕なりにですね、えー、テストで見てきたところとか、テストで聞かれやすそうなポイントっていうのは色をつけたりとかして、えー、ちょっとポイントをつけているので、ぜひですね、テスト範囲になっている方はですね、その辺意識しながら勉強していってもらえればいいんじゃないでしょうか。リクエストありがとう。 ありがとうございますそして間に合わなかった方本当に申し訳ない頑張って作ったんですがちょっとあまりにもね多くて長くて間に合いませんでした申し訳ないまた、えー、これからもねテスト頑張ってください、えー、そしてまあ、応援できるようにねまた動画作っていきますので皆さんまたね高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします応援してくださいそれでは皆さんテスト頑張ってくださいバイバイ 回かけな2リットルものんだら全部吐き散らかしてまうわ。